狼殿。黒様を殺さぬ道。その手がかりをつかみました。これを。 留飲を断ち、人に返す道があると。そのためには、床桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、床桜とは、タケル様が宣教より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り、花を持ち去り、床桜は、やがて枯れ果てました。 床桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に床桜の花もないか。はい。ですが、持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは。床桜の枝とは、これか。父が持っていたのだ。 フクロウ殿が、ですが、花はもう無いようですね。うん、どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にある。 タケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。人帰りには床桜の花と不思議が必要です。私はタケル様と巴殿の墓を参ってみようと思います。床桜があった頃のことを何か思い出せるかもしれません。 時に、この人帰り、不思議は、いかに使うのだ。確かに、それも定かではありませんね。探ってみましょう。クロウ様はずっと、流飲の巫女であることに、縛られておいででした。そこから解き放たれ、ただ人として。 生きていただきたい。それを願うばかりです。狼殿。ではまた。 切りました。すまぬ。クロウ様。すまぬ。なすべきことを、なしたのです。狼、ありがとう。父が、これを持っていました。これは、床桜の枝か。そうか。フクロウが、持っていたのか。 はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。 巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。 妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇に、かぐわしく、腰入れ奉る、そう書かれておりました。
腰入れ。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立てまつる。香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。御意。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。はい。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。御意。時にセキロ、
お主と九郎の伏し立ちの戦、つばぎわのようじゃな。伏し立ちの戦を阻む者、切ったか。切りました。そうか。迷わず、よう切った。セキロ、忘れるでないぞ。迷えば、破れる。それが戦よ。
そのような道しか。おい。あ、狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃の何か覚えているかもしれません。あれ寺で
症状と合ってきます。症状、物資殿の古い名です。あの頃、私と源一郎殿はよくここを訪れていた。床桜の下でタケル様が笛を吹かれ、巴殿が回れる、それを見るのがたまらなく好きだった。私の古い友ならば、その頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で症状と会ってきます。Ha ha.
Hold.